令和元年7月の15日です、ここは沢川の源流にいますが、今8時です。ホタルが飛んでます。これでホタルを見たのは2回目ですが、これ源流は清流だと思います。ホタルが飛んでます。ビデオにはちょっと映らないと思いますが、ホタルが結構何匹も飛び回っています。自然の、自然が残っているという証拠だと思います。山口県のサファーガード源流です。真っ暗闇、8時になりましたが、ここは奥引見峡です。ホタルが飛んでます。大体8時頃になるとホタルが飛び始める、っていうか見つけてるんだけど、これで今回の釣り漁で3回目くらいになりますが、ホタル、奥引見峡川の上を飛んでます。結構数が多いですが、この間は山口県の佐賀川の源流でやはりホタルを見ました。ここは島根県ですが、島根県の益田市の外れです。引見峡っていうところにいますが、まだ自然が残ってるということですかね。数が結構多い。赤外線じゃなくて紫外線かな、そういうカメラで、固定して撮っておくと、これが撮れるんじゃないかと思いますが、普通のビデオでは映像は撮れません。道路出てきてるかな、真っ暗闇に。天気は曇り空です。したがって真っ暗闇ですからね、ちょっとそばまで行けません。道まで出てきてるようですが、まあ光の大きさからするとみんな同じホタルじゃないかと思いますね。たくさんいるんだ。多いですよここは。たくさんいますな。この川ね、ここにいるということはずっと全体的にいるのかな。結構たくさんいます。曇りは明日は明けかな、梅雨は明けたかと思ったけど、